今日から縁は、1988年から1997年の間に連載されたギャグヤンキー漫画だ。喧嘩に明け暮れていたけど、三橋たちは高校生なのよね。ああ、これまでたくさんの学校を相手に喧嘩をしてきたが、作中に登場する学校は全部で10校ある。え、そんなにあるのね。南校と明久と紅校と、あと他にどこだっけ？三橋の地域はやたらと高校が多いんだな。今回はそれぞれの学校を紹介しながら、どの学校が一番強いのかをランキングにしてみたぜ。もちろん反論は大歓迎だ。ぜひ皆さんのランキングや意見をコメントにどしどし書いてほしい。まずは第10位。大外高校だ。大外高校？そんな学校あったっけ？柳と大竹がいる北根高校の姉妹校で、北根の校舎が火事で燃えた際一時的に曲がりしていた学校だ。ああ、サトルくんたちの学校ね。不良の数は少ない、いわゆる進学校だ。駅で谷川が揉めた時、今井は対外校の奴らなんだからやめておけと釘を刺すシーンがあることからも、ヤンキーたちが標的にすることはまずなさそうな学校と言える。どういう神様のいたずらか、北根の姉妹校になったことが運の尽きだったわ。ああ、とはいえごくわずかだが不良がいないわけじゃない。え、そうなの？真鍋という番格がいて、本気を出せば三橋とも渡り合えると豪語するが、大竹の軽いパンチであっさり KO される。学校の頭の良さと喧嘩の強さはおおよそ反比例するようだ。喧嘩では北根だけど勉強じゃ大外ってわけね。それにしても姉妹校だと校風も似てきそうだけど、全く正反対の学校なのね。伊藤の彼女、京子が通う青蘭女子がここでランクインだ。女子校なのに9位とは、かなり貢献した方なんじゃない？ああ、女子校で不良の数もそこまで多くはないが、万格である京子の強さを鑑みてこの順位としたぜ。真鍋より強いってこと？はっきり言ってそうだ。ネガヤンキーの京子は女が相手の時は当然負け知らず。男に対しても、鉄板の入ったカバンでのしたり、時には漫画雑誌で KO するほどの腕前だ。漫画雑誌でやられる男って、ここは男を責めるよりも京子の腕前を褒めることにしておこう。また切れた時の迫力は三橋や伊藤を圧倒するほどで、切れられた女子はむしろ京子のファンになってしまうほどのカリスマ性を持ち合わせている。実際真鍋を相手にしても、雑誌で倒してしまいそうなのでこの順位としたぜ。朝霧高校？これも聞き慣れない名前ね。三橋たちの隣町にある学校で、伊佐田という男が万格を張る学校だ。ああ、五十嵐兄弟にボコボコにされたあの伊佐田ね。そうだ。三橋とタッグを組んで五十嵐兄弟と立ち会うが3秒しないうちに気を失っていたあの伊佐田だ。基本的には万格はその学校の番強い人間がなるはずなので、伊佐田が万格を張る朝霧校はかなり戦力が劣る学校と予測できる。ちなみに作中登場する今井に惚れる陽子だが、彼女の通っている学校も朝霧校だ。え、どうしてわかるの？これは特別読み切り、今日からあたしゃ。で、陽子が購買会でパンを買うシーンがあるのだが、その後ろの方で伊佐田から焼きそばをおごってもらう三橋の姿が書かれている。このことから二人は同じ学校に通っているということがわかる。本当だ、こんなに小さく書かれていたなんて、見落としていたわ。作中、2巻と29巻だけに登場する不動校が、7位にランクインだ。たった2回。一体どんな学校なの？共学の学校で、男女ともにそれなりに突っ張りが多いようだ。2巻では京子の大切にしていたカバンを男と女が共謀して盗んだことに腹を立てた三橋が学校に一人乗り込んでいく。屋上で敵を待つ三橋だったが、その前に現れたのは20名近い不良たち。数はまあまあいるようね。しかし後ろ向きに逃げる三橋に対して全く追いつかない様子から、全体の戦力はかなり劣っていると予測できる。当時、万格だったのが赤川という男だが、2年後の29巻再登場時でも万格であったことから、2年の留年を経て万格を名乗り続けていることがわかる。しかもその時は空手家の隊たちに瞬殺され入門料3万円を取られるといった不良としてあるまじき屈辱を味わっている。ああ、2年も留年したのに最後にこれじゃ、こりゃ不良やめたくなるわ。万格の実力と不良たちの足の遅さからこの順位としたぜ。中野が茨城にいた時に通っていた、神津工業高校だ。え？名前がちゃんとあったのね。ああ、実は漫画の作中にはないが OVA 版では、茨城県立神津工業高等学校、と校門に書かれている。中野の他に目立って強いヤンキーはおらず、ほぼ全校生徒が中野にひれ伏していた。中野ってその後千葉へ引っ越すわよね？いなくなった後はかなりの戦力ダウンになるんじゃない？
それがそうでもなく、中野が学校を辞める原因にもなったのだが、圧楽組というヤクザの息子、本間が転校してきたことでヤンキーヒエラルキーはかろうじて保たれている。本間が来たことでこれまで中野にひれ伏していた不良たちが本間の参加に一気に寝返るんだ。情けない不良たちね。中野を無視するようになったり態度を豹変させる様子から、忠誠心や気合の入ったヤンキーはそこまでいないかと思われる。その後、ブチ切れた中野が本間をボコボコにして、学校にいられなくなり、三橋たちのいる千葉へ引っ越すことになった。第5位は、作中の中でも最も影の薄い不良校、忠実高校だ。たまに名前を聞く高校だけど、いつもやられているパッとしないイメージだわ。ああ、他の高校の引き立て役だったり、あるいはかませ犬としては規約の登場がほとんどだ。しかし、不良の数はそこそこいて、かつては小山が万格だったり、南高に転校してきたメット男も在籍したので、それなりの戦力派誇っている。高崎が忠実校に一人で乗り込もうとした時は伊藤も、そんなに簡単な相手ではないと話したことからも、ある一定の地位を占めていることが伺える。小山が去った後は畑という男が万格となるが、北根の柳にナイフで刺されて叩きのめされるなど、情けない描写が目立つ。一度、三橋と間違えて金髪の外国人、トムを土下座させたことで忠実校が千葉最強になったと大きな勘違いをするが、直後に本物の三橋が登場して瞬殺される。なんだか、かわいそうになってきたわ。余談だが、今井は高校受験の時谷川と忠実校を受験している。しかし、受験当日にトラブルを起こし入学することはなかったが、もし今井が中高に入学したら、今回のランキングも大きく変わっていただろう。南陽高校ついに登場ね。共学生の高校で、三橋たちが転校してくる前は白鳥という男が万格を張っていたヤンキー学園だ。しかし当時の実力はそれほど高くなく、明久や只見校に馬鹿にされていたが、三橋と伊藤が転校してから羽浦の地位を高めていった。そして、南高の地位を一気に高めるきっかけとなったのが、明久との戦争ね。そうだ。今井立部二校のメンツと共に明久へ攻め込み勝利したニュースは、その日のうちに隣町まで届く。県内から一目置かれる存在となり、さらにその影響で各中学の万格が揃って入学するようになった。それは一気に戦力強化になったわね。それがそうでもなく、中学の万格、北林、梶、増田、清水、など多くのメンツが揃ったが、その後目立った出演もなかったので、それほどの実力はないものと思われる。ってことは、三橋と伊藤が卒業したら、難攻は袋にされそうね。確かに将来が心配だな。一方、学力もそれほどないわけではなく、高崎や寮は大学進学を希望しており、寮については大希望を早稲田大学にするほどの学力は持ち合わせていることから、それなりの文武両道が保たれているようだ。喧嘩と勉強って、文武両道って言えるのかしら？ちなみに南陽高校という名前は、登場時は同じ字を書いて、南波高校、と読まれていた。西森先生の初の連載漫画、甘く危険な南波デカ、の名残を彷彿させるわね。大番町、今井が万格を務める紅羽高校ついに登場ね。でも、三橋伊藤がいる南高よりも上位なの？今井が入学した年に新設された男子校で、学力派南高よりも下。不良の数は多いが、馬鹿の集まりで三橋の暴虐の良いかもとして扱われてきた。それじゃ、やっぱりあんまり強くない学校なんじゃ。そう思いきや、編入してきた中野や小山など、各学校で万格を張っていた男たちが集まってきた上、もともと在籍していた藤田や黒川といった不良たちも三橋たちを翻弄することがあったので強いメンツがそれなりに揃っている。中でも藤田はボクシング経験者で一度伊藤を倒したこともあり、脇役にもかかわらずかなりの腕前を持ち合わせた人物がいることがわかる。こうやって名前を並べてみると、総合力は南高よりも戦力が高そうね。校舎火災で三橋たちのいる地域へこしてきた有名な不良高校。柳、大竹のツートップは恐ろしい存在よね。ああ、喧嘩の実力はさることながら、集団として動くやり方はまさに極悪非道。制圧した学校の生徒に5000円のお守りを売り、買わないものを痛めつけるという手口で荒稼ぎしている。高校生のやることとは思えないわね。万格の柳は幼い頃からナイフを使い、制服のブレザーの内側にはナイフが数本仕込まれている。一見温厚に見えるが、一度切れたら大竹に求められず、忠実校の畑に対してしっかり腕を刺すほど、容赦はしない。三橋に対しても顔面をめがけてナイフを投げていたわね。ああ、その時三橋は卓球のラケットで難を逃れるが、三橋じゃなかったらただごとではなかっただろう。
そんな恐ろしいトップを有する北明だが、1位に選ばれないのは理由がある。それって、もしかして仲間意識の問題？そうだ。北明の内部には仲間意識が低く、あくまで集団として行動を取るだけなので、たとえ身内であってもう一度目につけられたら徹底的にいじめられる。そのやり方らおそらく柳の指揮の取り方が影響していると思われるが、最終的にはそのやり方が仇となり、柳が三橋にやられそうになった時、仲間たちは助けようとせずはみんなこぞって逃げていった。やはり万格の振る舞いが学校の強さに直結してくるのね。ということで、第1位はご存知、明久高校だ。やっぱりそうなるわね。千葉県随一、伝説的な悪名を数多く抱える不良の伝統高校だ。校内はヤンキーで溢れ、窓ガラスは割れ、校舎はひびだらけといった、非常に荒れた状態の学校だ。教職員はどこへ行ったのかしら？教師については作中一度も出てきていないが、一応学校としては機能しているようだ。学力は非常に低く、喧嘩の強さ以外で誇れるものが何もないため、生徒は喧嘩で明久の地位を築くことに必死になっている。明久の万格、サトシも、俺たちはボンクラの集まりだから喧嘩で舐められたらしまい、と発言している。そして、仲間がやられたり、明久を馬鹿にするような者がいたら集団で徹底的に焼きを入れに行く。そこが北明との違いね。ああ、非常に仲間意識が高く、不良校としてのプライドもあり、不良たちは明久ブランドに誇りも持っている。なんだかオシャレにすら感じてきたわ。サトシから万格を譲り受けた末永が三橋に倒されると周辺校のヤンキーたちが一同集まって明久へ乗り込みんでくることがあったが、その時もサトシが木刀を持って一人立ち向かうと、それに続いてたの生徒たちも加勢して戦う様子からも、硬派で仲間意識が強いことが伺える。ただの不良校ではなく、統治力派群を抜いているのね。以上が、強い学校トップ10だ。改めて見ると、学校同士の複雑な関係性も分かって面白かったわ。もちろんこれはファン歴30年の自分が考察したランキングなので、反論は大歓迎だ。あなたの思うランキングや意見があれば、どしどしコメント欄に書いてほしい。それでは、ご視聴ありがとうございました。